日も楽しい楽しい図書委員の時間がやってまいりました。え、マジで？私は楽しいけどな。私のこと好きじゃない？それかちかこちゃんか。あ、なるほど。焦ったぜ。青春は青い。は理屈じゃなくて勢いなんだよね。うんうん。人がいない方がいいかなと思って。お前の方はどうだった？うん、そうか。そうそううまくいかないのかもしれないぜ、マジって。どうもそんな気がしてきた。昔が出てきただろ。やっぱな、どう考えてもただの薬じゃないとは思うんだけどな。注意？あ、いや知らないけど。ただ金払って物を受け取っただけだけど。へえ、マジかよ。けどよく知ってるな。それ守らなかったらどうなるの？じゃあ死にはしないってことか。あ、お疲れ。あれ、どうかした？大丈夫？保健室で薬もらってきたら？そっか、それじゃあ1階まで一緒に行こう。じゃあバイバイ、頑張ってね。
をするものなんですか？はあ、疲れてもいないのにお疲れという日本人的曖昧さがナイスだよね。そういえば英語にはお疲れ様にあたる単語はないらしいですね。ほらやっぱり。ペダントリーひけらかすなと京介くんが申し上げております。え、私の方だったんですか？あんた以外に誰がいるってのさ。ほら、お兄さん、僕、そうですか。はいはい、僕。すみません。あれから何にも手がつきません。中央委員会もサボってしまって、そんなの初めてです。どんな顔してくるみさんと顔を合わせればいいのか。振られたのは仕方ないと思います。こんな僕がくるみさんとそんな ありえないから。けど ひどいじゃないですか。お兄さんは言いました。自分が見る限り好きな人はいないと。そうです。国見さんにはすきな人がいるんです。そういう存在がいると、きっぱり言ってくれたんです。僕にははっきりと分かりました。
国見さんはその人のことが本当に本当に好きなんだと心の底から本当に。お兄さん、もしかして、わかりました。国見さんの思い人は悪いやつなんですね。だからお兄さんは僕に、だから僕に国見さんに交際を申し込むように。わかりました。お兄さんの公認が あるなら。僕にもやっぱりまだの望みがまだある。お兄さんがその悪いやつに反対してくれるなら、お兄さんが僕を応援してくれるなら、やった。どうかしたんですか？随分と深刻そうな感じでしたけど。エマちゃん絡みかな、木下くんなら。エマさんのこと好きな人でしたっけ？あれれ、玉砕か。それは残念でしたね。けど京介くん、いつの間にか木下くんと仲良くなったんだね。
やっぱり図書委員だったんだ。一緒に帰ろうと思って。お兄ちゃん、今日ね、木下くんが中央委員会を遅刻したの。終わった後、私に妙なこと言ってきて。お兄ちゃんと付き合うようになってから木下くんちょっと変になっちゃった。だって前はそんなことなかったから。喧嘩でもしたんですか？そんなことないですよ。あ、そうですか。そうですよね。それじゃバイバイです。それじゃ、バイバイ。委員会に出る前、木下くんお兄ちゃんに会いに行った？私の思い人が悪魔か宇宙人かって。そうだったの？なわけあるか。そんなわけないでしょ。